ポルトガルによるバンダオリエンタル侵攻は1811年から1812年までポルトガル帝国によるスペインのリオデラプラタ副王領の残りの領土を併合する試み。この試みは失敗した。コロニアド・サンティシモ・サクラメントの地図1731年。ポルトガル王国は 南アメリカのラプラタ川東岸を海上帝国の最も裕福な植民地であるブラジルの自然境界として長らくそれを確保しようとしていた。1680年、ポルトガルはラプラタ川東岸におけるヨーロッパ初の集落コロニアドサンティシモサクラメントを建設した。 コロニアとサンティシモ・サクラメントは主にイスパのアメリカの貿易中心地であったブエノスアイレスとブラジルの間で密輸活動を行うための高校として機能した。サクラメントはブエノスアイレスから船で数時間の距離だったが、ポルトガルの他の領地からは遠く、例えばブラジルの首都リオデジャネイロまでは船で2週間かかる。しかし、ブラジル南部の守備と発展は遅く。 サクラメントの人口がポルトガル地下で3000人以上になることはなかった。スペインは自身の帝国の領土としている地域に集落が建設されたことを見逃さなかった。ブエノスアイレスのスペイン当局は1494年のトルデシリアス条約により、コロニアドサンティシモサクラメント地域はスペイン領であると抗議、ポルトガルの撤退を要求した。 ポルトガルはトルデシラス条約がラプラタガー東岸のポルトガル貴族を定めたとして撤退を拒否した。実際にはこの条約はラプラタガー東岸をポルトガル領とは定めておらず、スペインとポルトガルの認識が食い違った理由は国境線の測定の誤りだった。サクラメントは建設から数ヶ月後にスペインに占領されたが1683年に ポルトガルに返還された。スペイン継承戦争中の1704年、スペイン軍は再び攻撃を仕掛けて、サクラメントを占領、ユトレヒト条約が締結された後の1716年に、ようやくポルトガルに返還した。1723年、ポルトガルは遠征招待を派遣、サクラメントから南東のモンテビデオで植民地を建設したが、 植民地への支援が足りず1724年には放棄された。スペインは木に乗じて1726年にモンテビデオで植民地を建設した。領土紛争を解決すべく、スペインとポルトガルは1750年にマドリード条約を締結して、スペインのサクラメント支配とポルトガルのミシオネス、オリエンタレス領有を認めたが、 両国とも条約で定められた義務を果たさず、結局マドリード条約は1761年のエルパルド条約で廃棄された。そして、スペインは1777年の第一次産、イルデフォンソ条約でようやくサクラメントを獲得した。サ位イルデフォンソ条約により、スペインがバンダオリエンタル全体を領有することとなった。エスタードド・ブラジルのシュトリオデジャネーロ。 フランス革命戦争中の1801年、スペインがフランスに味方して、ポルトガルを攻撃したため、オレンジ戦争が勃発した。戦闘自体は、お互いに、勝負ありだったが、結果は、ポルトガルの利益にかなうものだった。ポルトガルは、スペインとの国境にあるオリベンサをスペインに、割上したが、南米の領土を拡大した。 ポルトガルは、スペイン住民を追放して、マットグロス総督領の領土を拡大、ポルトガルの支配をアパ川まで伸びた。リオグランデドスルでもミシオネスオリエンタレスを征服、ジャグアラン川とその南の周囲川まで領土を拡大した。この状態は1801年のバダホス条約でも暗黙に承認された。フランススペイン同盟は短命だった。フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトが、 同盟者のスペイン王フェルナンド7世を裏切って、彼を逮捕、追放して、自身の兄、ジョゼフ・ボナパルトを王位につかせたのである。イスパのアメリカの植民地は、ジョゼフの王位を認めず、引き続きフェルナンド7世を支持した。歴史家のダナガードナー・マンローによると、国王の範位により、米州における彼の代表の立場が不安定になった。行政の 各部署の間はすでに紛争を起こしていたが、より高い権威が存在しなくなったことで紛争が激化した。スペインの南米植民地の一つである、リオデラプラタ副王領もその問題に直面した。ブエノスアイレスの諸島派が権力闘争に明け暮れたのであった。1810年の5月革命で、副王バルタサールイガルゴデシスネロスが失脚、代わりに、 スペイン人を先祖とするクリオーリオで構成されるプリメラ、クンタが設立された。一方、ヨーロッパではポルトガルがフランスとスペインによる侵攻に直面しており、ポルトガル王家は1808年初にブラジル州とニオデジャネイロに移転した。摂政王大使ジョアンは報復を計画した。彼はフランス領ギアナの侵攻を命じ、1809年1月に成功した。 彼は続いて、リオデラ・プラタ副王領に注目した。副王領は、内紛の最中にあり、現地貴族はフェルナンド七世を君主にいただいて、自治体を形成しようとしたが、より野心的な一派は、スペイン国王からの完全独立を目指した。1811年時点のプラタ地域。陰影をつけている部分は、領土紛争がある地域。シスネロスの公認として、 スペインから派遣されたフランシスコ・ハビエル・デ・エリオは1811年1月に到着した。エリオははじめブエノスアイレスで上陸しようとしたが、フンタに阻止されたため代わりにバンダオリエンタルのモンテビデオ港で上陸した。ブエノスアイレスのフンタもエリオも自身が正当な政府で、あると主張、副王領の全領土を支配しようとした。ブエノスアイレスのフンタは、 マネル・ベルグラーノの軍勢を派遣して、パラグアイへの遠征を起こしたが失敗。ベルグラーノは、応答派軍勢からの抵抗を受けると撤退した。その最中の2月13日にはエリオが、ブエノスアイレスの噴火に宣戦復告した。ホセ・ヘルバシオ・アルティガス率いるオリエンタレスは、直後にエリオに反乱、アセンシオの叫びで、ブエノスアイレス政府支持を表明した。 パラグアイから戻ってきたベルグラーノの軍勢は、オリエンタレスの反乱に参加した。その結果、反乱軍の人数は3000人に上がり、指揮官をベルグラーノ、副指揮官をアルティガスとした。反乱軍は、バンダオリエンタルの町の大半を占領、孤立したエリオはポルトガルに繰り返した助けを求めた。副王領の残りの地域はすでに、ポルトガルを支持しており、 スペインのパラグアイ総督、ベルナルド・デ・ベラスコは、ポルトガル軍の派遣を求め、マンディソビという小さな町も同様の要請をした。ベラスコは、ポルトガルのリオグランデドする総督ディオゴデ・ソウザ、順庄にブエノスアイレスへの連合攻撃を提案した。ベラスコは誠意を示すためにディオゴデ・ソウザをミシオネス総督に任命。一方行政自体はパラグアイからの代表である。 フルヘンシオ・イエグロス中佐が担当した。スペインのパラグアイ総督は同時に、ポルトガル軍にコリエンテスのインテンデンシア領である、コリエンテスとクルスクアティアの占領を求めた。援助の要請にもかかわらず、ポルトガルは援軍を送らず、代わりにリオゴで総座率いる軍勢をバンダオリエンタルの国境に集結させた。ポルトガルに助けを求めた、スペイン人たちは、 ディオゴデ・ソーザーがすでに摂政を大しジョアンの計画を受けてバンダオリエンタルの征服を準備していたことに気づかなかったのであった。ジョアンはサクラメントを含むバンダオリエンタル全体を奪回しようとした。彼の目標の達成は現実的であったがバンダオリエンタルの住民がポルトガルの統治を歓迎する可能性が少なかった。ポルトガル人は初めて ラプラタ川を発見したヨーロッパ人であり、バンダオリエンタルに初めて集落を建設したヨーロッパ人でもあったが、この時期にはほとんどの発展がスペイン人の手によるものとなっていた。スペイン人がウルグアイの形成期で果たした役割により、ウルグアイは現代ではイスパのアメリカの一部とみなされ、ポルトガルとブラジルの貢献はしばしば軽視されるか無視された。 モンテビデオメロパイサン・ドゥー・ベレン・マンディソビ・サンタ、テレサトリデ、ロチャマルドなどポルトガルの進行における戦場の位置。なお、モンテビデオには近郊まで着いた時点で引き返しており、戦闘は発生していない。ポルトガルはリオグランデドするとバンダオリエンタルの国境に2個師団を配置した。そのうち、マヌエル・マルケスで総座引きる1個師団は、バジェの山々に軍営を設けた。 この師団は、リオグランデからの不評1個大隊、軽騎兵2個大隊、サンパウロ軍団からの民兵で騎兵4個大隊、リオグランデからの騎馬民兵1個大隊で構成された。もう1個の師団は、イビラプイッタン川岸にあるサンディオゴ軍営に駐留、指揮官は、ジョアキン・シャビエル、クラド・ゲンスイとした。この師団は、不評2個大隊、サンパウロ軍団の騎馬砲兵2個大隊、 竜騎兵一個連隊、リオパルドからの騎馬民兵一個大隊、グアラニー族や騎兵一個中隊で構成された。二個師団の総指揮官は元水に昇進したディオゴデ・ソーザであり、総勢3000人のバンダオリエンタル平和維持軍となった。この軍勢は、ポルトガル生まれのディオゴデ・ソーザを除いて、全員ブラジル人だった。1811年4月、クラドの師団は、 サンディオボ軍へを離れて、マルケスデソーザの師団と合流した。6月9日、ベラスコがクーデターで失脚、逮捕されたため、ポルトガルは味方を一人失った。クーデターは、結果的には、孤立主義者、ホセガスパル・ロドリゲスデ・フランシアの独裁政権を生み出した。この損失は数日後に、ブエノスアイレスによる北西のアルトペルーへの第一次遠征が、 浮気の戦いで、王統派軍勢に敗れて撤退したことで補われた。7月17日、平和維持軍は、モンテビデオへの進軍を開始した。ティオゴデ・ソウザは進軍しつつ、バンダオリエンタルのポルトガル和社に従軍を呼びかけた。一方、スペインのホワキンデ・パス中佐は、バンダオリエンタルのメロで軍を指揮していたが、彼は、メロの住民を追い出して、村を焼くとの命令を受けた。パスは、 命令に従いたくなかったため、ディオゴデ・ソウザに手紙を書き、ポルトガル軍を駐留させることで、破壊命令が執行できないようにした。マルケス・デ・ソウザは、軽機兵二個大隊と、隆機兵二個大隊をメロに派遣した。派遣軍は7月23日に国境を越え、同日にメロに到着した。平和維持軍の本軍は3日後に到着した。ディオゴデ・ソーザは、 道中にスペインの全省地を占領するための小部隊を派遣した。補給の不足と冬の天候により、ポルトガル軍の進軍は遅く、玄関により多くの兵士が死亡、病気になった兵士も数多くいた。ポルトガル軍の兵隊には馬6000頭、牛1500頭、台車140台が必要だったが、実際に提供されたのは半分以下だった。 バンダオリエンタルのガウチョ・ポルトガルはさらに、マヌエル・ドス・サントス・ペドロソ少佐率いる軍勢を、バンダオリエンタルに派遣した。8月7日、ペドロソは、クアライ側のサンシャビエルで軍営を設けた。彼は国境を越えて、17日に、バンダオリエンタル北西部のベレンを占領した。25日、ペドロソは、ジョアキン・フェリクスが、ポンセカ隊イにウルグアイ側対岸のマンリソビの、 占領を命じた。さらにベントマヌエル・リベーロ率いる、騎馬民兵60人に、パイサンドゥ攻撃を命じた。30日、ベントマヌエルは、パイサンドゥを守備していた180から200人の反乱軍を撃破して、同町を占領した。9月2日、ダフォンセカ率いる16人は、クルスクアティアから進軍してきたイスパのアメリカ人、兵士120人を迎撃して勝利した。 マルケスで総座率いる、騎兵300人は、南東のサンタテレサトリデに進軍した。この砦は、ポルトガル人が立てたが、スペインの手に落ちて久しく、守備軍の軍力は350人と大砲を4問だった。しかし、9月5日にマルケスで総座が到着するときには、守備軍がすでに引き上げており、要塞周辺の家屋が放火され、地雷が配置され、 市民も追放された後だった。マルケス・デ・ソーザは自軍を正体に分けて、追撃を命じ、ロチャ、カスティーリオス・グランデなどで、バンダ・オリエンタル人を捕虜にしたり、馬を数百頭奪ったりした。しばらくして、平和自軍がサンタ・テレサに到着した。短期間滞在した後10月3日に出発したが、ディオゴ・デ・ソーザは出発の前に225から250人、大砲7門。 九砲二門、榴弾砲一門を守備のために残した。ディオゴデ・ソーザは10月21日には、指したる抵抗に合わないままマルドなどに到着した。モンテビデオ港に興味を持っていたイギリスからの圧力を受け、さらに、ポルトガル軍に追い詰められたエリオは10月20日に、停戦協定を締結した。停戦協定により、アルティガスはサルトに、ロンデアウはブエノスアイレスに戻った。 アルティガスを追撃していたペドロソはアラペイに退いた。この時、ディオゴデソーザはすでにモンテビデオ近郊まで進軍したため、この知らせに行転した。1812年、ディオゴデソーザは16歳から40歳までのディオグランデ人を軍に徴収して、再度攻撃を開始5月2日にパイサンドゥーに入場した。ベントマヌエルがヤペイを攻撃した一方、 フランシスコダス・シャガス・サントス大佐率いる民兵300人は、サントとメを破壊、ジョゼでアブレウ大尉の軍勢は、アルティガスのグアラニー族公営を撃破した。しかし、リオデラ・プラタ連合衆は再び、モンテビデオを包囲しようとしており、背後を固める必要があったため、イギリスの仲介に頼って5月26日に、ポルトガルと公は、エレーラ派でマーける条約を締結した。 6月10日、ディオゴデ・ソ座ザは戦闘集結の命令を受けて、バジェに戻り、民兵隊の動員を解除して、戦役を集結させた。1816年、ポルトガルは再び、バンダオリエンタルに侵攻、今度は、併合に成功した。ありがとうございます。